いきまーす。はい、2013年最後です。問いのね、今これ7番か。問いの8番は、ちょっと全体の論旨を踏まえてなので、ちょっと文法あんまり関係ないので飛ばします。なので、2013年の、授業は最後です。頑張ってね。はい、で、いきますよ。今、去ることだね。今は福祉、猿は V だね、猿 V だね。どっから猿かって言ったら、このバラの花から猿だね。ことで言ってるので、これ名詞化されてるので、これ全部で名詞ね。はい。バラの花から去ることは、千里。千里離れちゃったよと。ね。千里もすごい距離が空いちゃったよということですね。はい。で、次、また、実は、あるよ。どこにあるの？在籍。これはブラックリストだね。ブラックリスト。ブラックリストの中にあるよ。まあ、これ、オンにしておきましょうか。副詞でもいいので、場所なので副詞でもいいんですが、ちょっとオンにしておきましょう。はい、身はブラックリストに入っちゃって、その講師、出世ですね。出世は未だに期待することができないだね。自ら期待することができないということです。大丈夫ですか？こうね、期待することができないね。大丈夫。はい。次、その、おいてはか。ごめんなさい。副詞だね。副詞ですね。はい、その、どうにおいては、バラに関しては、にわかに、すぐには、見ることができないだね。いいですか？見ることができないね。大丈夫？バラは見ることができません。線に離れてるからね。ブラックリストに入ってるしね。はい、もう散々ですね。だけど、しかれどもだけど、等しく、同じく、知るって書いてるけど、わかるだからね。意味はわかるだからね。わからないことにおいては、同じくわからないことは、死語だね。わからないことは、すなわちまた F ね。いいですか?わからないことは F ね。いいですか？で、F 見ると、なんかこの感じね。怪しいですね、こいつね。怪しいですね。なんか読み方ありましたね。あとはこいつですね、こいつね。なんか怪しいね。いいですか？で、こういうふうに、書き下し文と解釈で、注意しのは、やっぱりまずは構文取ることなので、主語から見つけていきましょう。主語じゃねえや。動詞ね、動詞。動詞を見ましょう。動詞は漢字見たら大体わかるよね。これ動詞っぽくね。はい。ということで、これ知るだね。わかるね。わかる。で、わかるこれ4点ついてて、1点がここから始まって、どんどんいってるので、こういうふうに、こんな感じかな。この全部を1点から3点のここまで続くところを全部収縮して、それがわかるということね。わかる。はい。で、この括弧の中見ていきましょう。はい。この花だね、これはね。はい。この花。この花は、図あるけどちょっと見せてよ。忽然と、ある、存在するんだね。で、2点からこう3点取るので、存在しないね。忽然と存在することがないね。はい。どっから？私の目の前からね。いいですか？で、こいつね。いいですか？この花は、忽然として、私の目の前から、目の前に現れることはない。ね。で、こいつは、あれですね。噂のね。はい。ということで、選択肢見ていきましょう。で、もしね、こいつ、こっち行きますか。こいつが、過去読むとしたら、疑問ですよね。嫌だったら反語だよね。で、もしね、これ、疑問だったら、それを現れないことを知っているか、誰に問いかけてるんですか？謎ですね。なので、これ、嫌ですね。嫌ですね。ということで、いずくんぞ何々に嫌ですね。はい。ということで、いずくんぞ何々に嫌を選びましょうね。いずくんぞ何々かだからダメ。いずくんぞ何々嫌。あ、いいですね。いずくにか。場所は聞いてない。いずくんぞ嫌。ですね。ということで、結構絞れましたか？3号ですか？ 3 号ですね。はい。3号に絞られましたよと。じゃあ、3と、5の違い見ると、こいつですね。このなのか、場所を表してるのか、ここなのか、どっちかって話ですね。
で、もしね、もしこれここだったらね、私の目の前につってね、ここにだったらどっちかわかんないよね。わかんないね、ダメだね。ってことで、これが×と。はい、ってことで答えは3番かな。はい、大丈夫ですかね。はい、で、もうちょっと補足すると、こいつ、こいつあるね、こいつね、こいつの直後が名詞だったら基本的にこのになるので覚えておくといいんじゃないですか。いいですか。就職しちゃうからね、この花となりますよということで、しっかりね、構文を取れれば楽勝な問題だと思います。で、構文取るときの注意点なんだけど、これ仮点の一番でかいやつ、これが述語になるので、一番でかいのをまず見つけて、それから構文取り始めると簡単なんじゃないかなと思います。では、次の年度に